596は1964年に実施された中華人民共和国発の核実験のコードネーム。中華人民共和国発の核実験で用いられた核爆弾の模型1964年10月16日午後3時、高濃縮ウランを使用した中国発の核実験が新疆ウイグル自治区ロップノールの実験場で実施され核爆発に成功した。中国は 米ソ英物に続いて、世界で5番目、アジア発の核保有国になった。同国政府は同日、我が国の核兵器開発の目的は、核保有諸国の核独占を破り、核兵器をなくすことである。核兵器保有国及び近くそうなる国が、核兵器を使わないことを約束する、首脳会談の開催を提案すると、世界首脳会談を提唱した。10月16日、 約380回の核実験を成功させていたアメリカ合衆国の国務長官ディーンラッスクは世界首脳会談の提案を拒否。10月18日、同長官はテレビインタビューで中国はまもなく2回目の核爆発を行うだろう。中国の核実験は米が1945年に行った最初の核爆発 TNT 火約2万トン級と発言した。 10月17日、イギリス労働党新内閣が中国の核実験はアジアの軍事情勢に影響を与えないと声明。鈴木善行官房長官は政府として改めて抗議文書は送らない。現在の核戦略体制が根本から影響されることはない。今後核実験を繰り返さぬ、要部分的核実験停止条約に参加を求めるとの談話を発表した。 10月19日、周恩来中華人民共和国首相が池田勇人首相に中国政府は一貫して核兵器の全面禁止、徹底的な廃棄を主張しており、核実験はやむを得ず行った。中国の核兵器保有は防衛のためで先に使用することはないとの所感を送った。10月16日、浜井晋三広島市長が中国の核実験は 被爆を体験した広島市民としてだけでなく、人類にとって悲しむべきことと談話。佐久間清広島県原水協理事長は、核実験に反対していた中国が実験したことは非常に残念だ。ただ、沖縄の問題、原子力潜水艦機構 F105 戦闘爆撃機の日本移住問題のために、日本人の立場として中国に抗議できないのを大変残念に思う。 伊藤光源水金広島協議会事務局長は、いかなる国の核実験、核兵器にも反対する立場を取ってきた。我々は、中国の実験は誠に遺憾だ。中国が実験を行った背景を冷静に検討する必要がある。10月17日、広島市原爆被爆者協議会、広島県被弾協、広島アウシュビッツ委員会が、中国核実験に抗議伝報。 世界平和アピール7人委員会は、核保有5カ国に中国が核実験を強行したことは、核兵器保有国の増加を招く危険に拍車をかける、もので遺憾だ。速やかに国際会議を開き、核実験の全面阻止、完全軍縮への道を開く、要要望するとの要望書を送った。同日、日本社会党は、周恩来中国首相に抗議伝報打電を決めた。 同等法中施設団の成田智美団長は、北京で実験は、遺憾途団は、歓迎会でも、実験反対を表明した。一方、日本共産党の宮本賢治書記長は、中国の核実験は、祖国の防衛だけでなく、アジアにおける核戦争を防止するための防衛的な措置であると、声明。10月19日、各近広島県民会議が、抗議声明。 10月20日、原水金広島協議会が中国政府へ抗議連邦。11月22日、南原茂、大江健三郎ら24人が抗議の声明書を発表。10月17日、防衛庁が自衛隊機で中国核実験に伴う航空放射能人の収集調査を開始。10月18日、新潟大学理学部が新潟市内に降った雨から、 中国核実験の影響とみられる強放射能人を検出。10月19日、内閣放射能対策本部が中国核実験に伴う放射能測定結果を発表。放射能は少量で心配はないとした。10月21日、アメリカ原子力委員会が中国の核実験はウラン235をしようと発表。空中のゴミを分析。 中国の核技術の高さを裏付けた。ありがとうございます。